ロバーツは、イギリス海軍のモニター艦。ロバーツ級モニターの一隻。艦名は、フレデリック・ロバーツ減水にちなむ。その名を持つ艦としては二隻目。ロバーツは1940年4月30日に、クライドバンクのジョン・ブラウンカンパニーで寄港し、1941年2月1日に、浸水、1941年10月6日に、収益した。 本艦の15インチ連装砲塔は、第一次世界大戦時のモニター、マーシャル・スールトのものが再利用された。1941年12月1日にロバーツは、エレバスと共に、イギリスを離れ、希望峰を経由し、1942年2月26日に、ロバーツは、スウェズに到着した。ロバーツはそこで、防空任務に着いた。 1942年8月17日に、スウェズを離れたロバーツは、ダーバンでの整備後、北アフリカでの統治作戦に参加するためジブラルタルへ、向かい、11月2日に到着した。ロバーツは11月8日に、アルジェの、11月11日には、ブージーへの上陸作戦に参加した。だが、二度とも艦砲射撃を行う機会はなかった。 11月11日夕刻ロバーツは1883機による攻撃を受け、3発中2発の5 0 0ラム爆弾が命中し大きな損害をこむった。ロバーツはイギリスに戻って修理を受けた。修理には1943年5月まで要した。修理後は、ハスキー作戦、アバランチ作戦、ノルマンディ上陸作戦に参加した。ロバーツは、 戦後間もなく、スクラップとして売却されたが、海軍に買い戻されてボンポート海軍基地で、宿泊艦として1965年まで使用された。その後1965年7月に、インバーキーシングで、スクラップとして廃棄された。ロバーツの搭載砲一門が、ラミリーズの搭載砲とともに、ロンドンのインペリアル・オー・ミュージアムに展示されている。ありがとうございます。